はい、おはようございます。いおりひでおです。それではね、本日もこちら絶対見てはいけない写真やっていきましょう。こちらもですね、長いシリーズでした。残すところ、あと5問でございます。よいしょ。いやー、長かったっすね。長いようで早かったっすね。まあ、夏なのでね、こういった企画もいいですよね。はい。じゃあ、早速やっていきましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ん?ん?はい。キャンプの夜。まあ、残り5問なのでね、1問1問、楽しくやっていきましょう。はい。キャンプ場の一角で写真を、キャンプ場の一角で写真を撮る男女の写真のようだ。異変が起きている部分はどこか。男女?うん、あ、真ん中の方が女性ですかね。異変が起きている部分があるみたいですね。これまたどっかに顔とかある感じですかね。まあ、これが異変とは言わないですよね、おそらく。よいしょ。異変が起きている部分。難しいですね。これまたあたりになんかちょっと。そういう異変じゃない。なるほどね。これまた毎度恒例の言い訳タイムですが、やっぱね、画面が遠いんですよね。これか。変わるね。はい、正解。お分かりいただけただろうか。おお、確かに顔だ。屋根の左端に女性の霊が見える。この場所ではよく撮る映る霊で楽しそうな雰囲気を羨ましがっているようだ。お分かりいただけただろうか。パリピにはね、霊も羨ましがると。羨ましい。まあ、まあ、いいや。お。目覚ましが鳴っておりますね。朝撮るとこれがあるんですよね。これも怪奇現象ですかね。ブラブラとはしご酒をする三人組の写真のようだが、異変が起きている部分はどこか。はしご酒をしているみたいですね。はしご酒ね。まあ私はね、割と一軒目でね、帰りたくなっちゃうのでね、あんまりね、二次会三次会って行くのはあんまり好きじゃないんですけどね。好きな人好きですよね。さあ、異変が起きている部分はどこかとのことですね。なんかこのあたりもやっとしてますね。はい、正解。おお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 お、わからん。ビッグフットみたいな感じかな。男の男性の顔の近くに人物の顔のようなものが映り込んでいる。おたけびを上げるようなその表情が何とも気味が悪い。お分かりいただけただろうか。よく見ればって感じですね。やばい。あと3本になっちゃった。豆腐の切り方。こっち何やってんすかね。陳列棚の前で豆腐を切るジェスチャーをする男性の写真のようだ。異変が起きている部分はどこか。異変はすぐに見つかったんですけど、ここですね。ただ一番異変が起きてるのこいつですよね。なんでコンビニのこのところで豆腐切ろうとしてるんですかね。まあ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 いいや。じゃあ異変ありますね。切って貼り付けたような異変が。はい、正解。あ、ちょうど足で隠れちゃってますね。失礼しますね。よいしょと。これでどうだ。はい、見えますね。陳列棚の下の、段奥に白目を向いた男性がこちらを覗き見ている。あの場所に人間が入り込むのは不可能だ。お分かりいただけただろうか。お分かりいただけましたね。ちょっと待ってくださいね。これでもやっぱあれですよね。VTuber の皆さん、2画面配信したがる理由がよくわかりますね。よいしょ。OBS のね、画面がね、ちょっとね、扱いづらいですよね。よいしょと。ダーツ。残すところあと2問でございます。ダーツをする男女4人の写真だが、異変が起きている部分はどこか。
これまたあれですね。ちょっとスノーチックなあれですね。はい、ダーツ場でございます。異変が起きている部分があるみたいですね。異変が起きている部分はどこかとのことなんですが、パッと見そんなに気になるところないですよね。これかな？これ顔。これ顔認定なのかな？見ようと思えば見れる。顔っぽい。あ、違った。じゃあどこだ？異変が起きている部分。まあね、顔全体に異変は起きているんですが、なんか目立って心霊写真っぽいのはどこですかね。この方可愛いですね。とても可愛らしい女性ですね。わからん。無言になっちゃった。これかな？あ、違った。ちょっとヒント言ってみましょうか。顔の横に、ここら辺でこれ？これじゃないの？これじゃなくて。あ、違う。どこだ？顔の横。全然わかんない。何？右から2番目に映っている女性の顔の横に笑みを浮かべている男性と思われる顔が浮かんでいる。お分かりいただけただろうか。全然わかんない。これ答え見てもわかんない。これまたあれですね。最後にもやっとさせますね。川遊び。じゃあこちらね、ラストの問題になりますね。125問中の125だと。はい、ここで目覚ましになっておりますが、気にせず進めていきましょう。川に入る直前に撮影した男性4人の写真のようだが、異変が起きている部分はどこか。異変が起きている部分があるみたいですね。明らかにね、なんかね、オレンジ色のもやが映ってますね。なんか、このオレンジ色のもやって良くないんですよね。確かね。このもやのことなのかな？もやのことなのかもしれないけど、そんな安直な答えでいいのか。まあ、いいか。ちょっと一回もや。ですよね。ここに変わりますね。これだ。はい、正解。いやー、最後はスッキリしましたね。これはスッキリするわ。中央の、青年男性の間に女性の顔とおましき顔が映っている。久しぶりの若い男性で嬉しくなったのだろうか。お分かりいただけただろうかと。これ女性には見えないですからね。はい、というわけで、クリア数125問中の125問ということで、はい、こちらですね、絶対に見てはいけない写真の方をコンプリートしました。いやー、長かったっすけど楽しかったっすね。後半ね、ちょっと難しくなると逆にね、何これっていう感じだったんですが、これはとても楽しく遊べました。1,2,3。はい、じゃあね、ちょっとですね、5問だけだとちょっと早いと思うので、まあ、この夏ね、私が、撮ってきた心霊写真を皆さんにお見せしてしまおうかと思います。それでは、こちらですね。こちら、渋谷のね、結構有名なところなんですけど、そこで撮った写真になります。何やら異変がある部分があるみたいなんですが、それはどちらになるでしょう。はい。わかるかな？難しいからな。皆さんわかりますか？はい。手前ですね。はい。この、じゃあちょっと拡大しますね。よいしょ。この、手前の部分に、はい。足がありますね。
はい、こちらの足ですね、合成でございます。心霊写真などではございません。足をね、この形に切り取って、不透明度か、不透明度 30% くらいにするとこういう写真が簡単に作れます。はい、皆さんね、心霊写真騙されないようにしましょう。じゃあね、もう一枚ちょっと見せていきましょう。はい、こちらの写真ですね。ちょっと失礼しますね。異変が起きている部分があります。それはどちらでしょう。こちらですね、麻布十番ですね。芸能人さんとかいっぱい住んでらっしゃると思います。そちらのね、暗闇坂という、坂でございます。東京はね、こういったね、坂がね、結構多かったりするんですよ。幽霊坂とか有名ですよね。この坂で撮った一枚の写真でございます。異変が起きている部分はどちらでしょうか。これもね、これもわかりやすいよね。坂のね、ところから横を向いたなんか人影みたいなのが映ってますよね。はい、こちらも、合成でございます。こちらね、モデルになったのは、こちらも麻布十番にあるなんか変な銅像があるんですよね。その銅像の方を切り取らせていただきまして、合成の方をさせていただきました。これもね、この形に切り取って、不透明度 20% ぐらいかな。で、カーブをね、トーンカーブをいじるとね、こんな感じで、合成できます。本当はね、上からね、また粒子かけたりするとね、もっと馴染みのいい心霊写真になりますね。はい、じゃあもう一枚、行きましょう。とれ。はい、こちらですね。ちょっと私も。元の位置に戻りましょうかね。はーい、こちらの写真ですが、異変がある部分があるみたいです。さあ、それはどこでしょう。これまで雑オブ雑ですね。手前にね、これ何でしょう。逆にこれ何かなっていう問題ですかね。ほら、かわいいかわいい。こちらね、カバちゃんでございますね。こちらのカバ、上野動物園のカバちゃんでございます。今回ね、気持ちよさそうに寝てたところを切り抜かせていただきました。これもね、さっきと同じようにトーンカーブと不透明度をいじってね、雑に合成しております。これも切り抜きが雑ですよね。はい、こんな感じでね、目覚ましがまた鳴ってますね。はい、こんな感じでね、心霊写真っぽく見える、写真ってね、いくらでも作りようがあるので、皆さん、ネットのね、嘘には騙されないようにしてください。じゃあね、最後にとっておきのものを見せましょう。これはマジで無加工でございます。おっと。よいしょ。失礼しました。はい、じゃあこちらですね、異変がある部分がございます。そちら、どこでございましょう。じゃあね、制限時間ちょっとね、設けますので、私が喋ってる間に探してください。こちらマジで合成とかせずに無加工取って出しの写真になります。ものすごく違和感がありますね。一体それはどこでしょう？ちなみにね、水場には霊が集まるなんてよく言いますよね。果たして、この水場に集まったのは霊なんでしょうかね。はい、じゃあそろそろ、皆さんもう見つけましたかね。はい、じゃあちょっと、ご紹介の方していきましょう。ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン。あー、もうわかったかなー。ドゥドゥーン。はーい、こちらですね。カモちゃんですね。カモが今、これカモなのかな？カモちゃんがいますね。あー、かわいいですね。心霊写真と思った皆さん、残念でした。こちら心霊写真じゃないですね。はい、こちら、どこだったかな？猫がいる公園ですね。猫、野良猫がいっぱいいる公園に猫を取りに行った時に、撮れた偶然の一枚でございます。岩場でね、なんかいるねと思ったら、カモがいたんですよ。あ、これなんかちょっとアハ体験っぽいなぁと思って撮らせていただきたい写真になります。これね、なんか自然界だと擬態じゃないんでしょうけどね。たまたまここら辺のね、岩の模様と似てた、カモちゃんが、この場所でね、餌食べてましたね。やっぱね、動物って可愛いですよね。はい、というわけで、本日ね、絶対に見てはいけない写真プラス4枚ほどですね。まあ、うち3枚はちょっと雑コラでしたけど、写真の方をご紹介させていただきました。なんかいいですね。こういった写真で撮った写真とかをご紹介するのもいいかもしれないですね。はい、というわけで、私ね、本日、10、10、12?
まあ、これアップロードされる日に、収録しておりますが、これから実家に帰ってね、お墓参りをしていこうと思います。皆さん、お盆、どうでしたか？うちの会社なんかはね、まあ、有給使ってねっていうことで、あと何日か休みなんですが、明日から会社の方もいられるんですかね。まあ、普通の会社は15、16ぐらいまで休みっていうふうに聞いてますけどね。まあ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 、うん。ゆっくり休んでいただければと思います。それじゃあ、本日の動画以上になります。面白かった方はね、ぜひ、面白かった、まあいいや、面白かった方はぜひ、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それじゃあ次、今度はお盆明けですね。会いましょう。でも、心霊写真、なくなっちゃったな。次回からどうしようか、ちょっと考えますね。じゃあ、また会いましょう。じゃあねー。